パレードに参加する陸軍兵士隊テロ訓練を行う陸軍レンジャー空軍のピラタス PC-9 アイルランド国防軍はアイルランド政府が保有する軍隊の総称アイルランド語による正式名称オギルナ・ヘアーアーンは義勇軍を意味する国防軍は次に挙げる組織で構成される総司令官をアイルランド共和国大統領が務めるが実際には国防軍は 国防大臣を通してアイルランド共和国首相の指示に従っている。現在、国土防衛の観点から考えてアイルランド共和国の地理的状況は非常に恵まれている。第一次世界大戦後にイギリスから独立したアイルランドは中立政策をとっており、第二次世界大戦に参戦せず、北、大西洋条約機構にも正式加盟しなかった。一方で、 欧州連合の一員であり、NATO の平和のためのパートナーシップには参加し、隣接するイギリスをはじめ欧米各国と良好な関係を維持しており、外敵から侵略される可能性は極めて低い。こうした環境と人口の少なさから軍事能力は高いとは言えないが、国連の平和維持活動に対して長期にわたる参加実績を有する。 国防軍の目的としては次の事項が挙げられている。国防軍の起源は1913年に発足したアイルランド人民族主義者による民兵であるアイルランド義勇軍に遡る。この組織は1919 19年にアイルランド共和軍へと発展解消を遂げアイルランド独立戦争でイギリス軍と戦闘を繰り広げた。1922年のアイルランド自由国の 建国直後に IRA は同組織内の AI 条約賛成派を中心にアイルランド自由国の正規軍であるアイルランド国防軍に再編成されアイルランド内戦終結後の1924年10月1日付で正式な国防軍へと引き継がれたアイルランド義勇軍と IRA で用いられていた正式名称をギルナ・ヘアーアーンは国防軍にも受け継がれている 第二次世界大戦後、この名称を北アイルランド紛争などで活動した IRA 暫定派や真の IRA などの複数の IRA 分派が用いている。国防軍はこれらの組織によるアイルランド正規軍のかつての正式名称の使用に強く反対している。このような経緯もあり、関係改善に進みつつあるイギリスとの軍事面での交流は少なく、レンジャー部隊の教育などは アメリカ陸軍が支援している。なお、アイルランド国防軍においては、民族主義的観点から号令は、英語ではなく、アイルランド語で行われている。志願平成を取り、2015年時点で、約9500人の総兵力を有する。内陸軍は、約7570人、海軍は、約1000人、空軍は、約930名である。2018年度の国防費は、 約7億700万ユーロ。レンジャー部隊は特殊部隊として機能しており、テロ対策や要人警護、派遣地域での特殊作戦の任務を負う。装備では装甲戦闘車両や防空システム、爆発物処理車などを有する。海軍には8隻の沿岸パトロール艇40名前後の乗組員を要する1000トンから1500トンの艦船が7隻。 上院85名の1900トンの艦が一隻、存在する。また、潜水分隊を保有する。空軍は、偵察機、輸送ヘリ、大統領機及び、機関銃及びミサイルを備えたアクロバット用プロペラ機7機を有する。国連 PKO に対して、2017年12月末時点で、国際連合レバノン暫定中流軍など9、ミッションに、 合計637人を派遣している。ありがとうございます。